何するんですか？競争します。競争します。位置について気をつけて。よーいドン。わざと。どこまで行ったら勝ちなの？バイバーイ。足のセラピーになる。もう一回やって。ワン。スペイン一食目、ジジイさん。ワインが回ってるんだ。アヒージョ。美味しい。まどかちゃんとアメちゃんはそれワインですか？これね、はい。美味しい。めっちゃ美味しいの本当に。お持ち帰りしたい。お。来ましたよ。食べてみて。いただきます。最高。味付けがすごい感じ。おあ、アメちゃんがウサギを食べる瞬間です。皆さんこれが、皆さんこれがアメちゃんがウサギを食べる瞬間です。かもしれないです。どう食べます？そっち。待って。ちっさ。待って。一枚を塗ってる。なんか暇やなと思ってここに余裕があったから。しかも椅子見て。ミニーちゃん。あ、かわいい。カーズ、かわいい。ネタチが好きなやつ。よかったね。スペイン、バレンシアの私です。さあ誰が一緒の部屋なんでしょう。ジャコンヒナさんです。ジャパンウィーケンドっていう大きいお祭りに来てるんですけど、うん、そこの今日は三泊部屋。そうね、三泊。なんかバリみたいじゃない、うん、色合い。ルームツアー、私たちの部屋へようこそ。すごい、あのラフルや。まずベッドがでかい。あとこれが硬そう。かわいい。ちょっと景色はどんな感じかな。すごい、すごい。地中海感ある。だって地中海やもんな。うん、地中海のパエリアやな。でもなんか目の前の木がちょっと松みたいですね。なんかアロハーとテンテケテケテケテンが曲がってる感じですね。はい、こんな感じですね。水回り。私とジジイさんいつものルールなんですけど、玄関で靴脱ぐっていうの。絶対に脱ぐ。開けますね。あ、待って。うわ、すごい。すごい、しかもバスタブや。
うわ、この茶色かわいいね。かわいい。お、しかも見て、ちょっとだけあのアメニティがある。ほんまや。この椅子は絶対後付け。いらん、ね、いいですね。すごいね。今日からここに3泊します。ということで、さあバイバイ。あ、ちちさん動画潜入したいと思います。ホテルのプールに来てます。あの知り合いが泳いでることとこのことだったんですけど、いませんね。え？どこ行った？もうあれか。ほんまにクイックやな。え？どういうこと？いませんでした。代わりに泳いでくれてます。気持ちよかったわ。よかったな。はい。イエーイ、おはようございます。おはよう。スペインのライブ1日目、ジャパンウィークエンド。すごい、トンボーガイです。会場が思ったより広く、反響がすごい。全部がファンダースだった。今からサウンドチェックですね。頑張ろう。イエーイ。はい、こちら、バレンシア、スペイン、ジャパンウィークエンドに来ております。見てください、このバンダイナムコ。おー、ガチャガチャがスペインにあります。そして、ジャッケン、ズーニーチューン、かわいい、アメちゃんとやります。絶対嫌。一番絶対嫌。第1、第2、それ以外は一緒。上行きます。上、OK。 何かなダイナミック。シルベスター、え、かわいい、めっちゃかわいい。やった、アメちゃんもやろう。私はバックスバニーかツインティーちゃん狙いです。何が出るかな。あ、うん、止まった。Thank you.
オッケー。さあ電車乗ります。スペインで。おお。おお、どうぞ。おお。おお。ピッ。あ。はい、ここはスペインの百貨店の一部のおもちゃコーナーに来ております。見て、めっちゃ可愛いです。プリンセス、めっちゃ可愛い。全部こっちはプリンセスが多いね。乗りたい。これやばいですね、このセット。やばいです、やばいです。これはもうプリンセス確定です。危険です。アメちゃんゾーンあるかな。待って、子供、子供ながら痛いそう。贅沢。ちょっと風力強めのやつ、強めのやつね。逆にもつれるわって。すごい、このおもちゃ。いや、これ自分であれするのかな、ヘアリング、ヘアスタイル。そういうことやね。めっちゃ可愛い。私たち好みですね。好みすぎる。好みすぎますね。すごいこれ。赤ちゃんが直売り。箱に入ってない。バブーバブー、サメちゃんやそれ。アメちゃんやん。あれあるかな、もうちょっとティーンっぽいやつあるかな。あーバービーちゃん、すごい。誰これ。剣でもなんでもない。これも誰。ジェシー・ジェイとか。待って、これさ、ロッカーじゃない、これ。ロッカーや。めっちゃ可愛くない、これ。めっちゃ可愛い。ミニーちゃん、うん、これ欲しい、このロッカー。すごい。って書いたら絶対手荷物です。めっちゃ可愛い。あ、ひなちゃんの格好もしや。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いな。すごい。全然国によってバービーの体型が違う。もう確かに面白いな。めっちゃ健康的じゃない、このバービー。へえ。日本のリカちゃんなんかも8歳なんぐらいの。あるね。あ、これ持ってる。持ってる。ちょっと顔違うけど。うん、やっぱ顔違う。ああ。アミちゃん。ってことは？いるな、これ。これいるな、多分。これあのアメちゃんのこと撮ろうと思ってんのにさ、ついおもちゃ撮っちゃうね。いや、素晴らしいもん、これ。え、持って、なんかピンちゃん。え、これ。え、すごい。え、病院や。すごい。かわいい。それもなんか謎のね。初めて見たけど、やっぱりシルバニアはあるんや。あた、うん、あっちはどうですか。シルバニアすごいね。もうなんかギャル、しかもなんか布製の、チュルラが肌見えびすぎて。なあなあなあ。お、結構ガチめの赤ちゃん。あ、結構怖め。表情がもう、あ、目合っちゃった子。ちょっと怖い。いました、いました、いました、いました。そうですか。今と昔のやつが混ざってますね。なるほど。じゃあ今のワイルドロコニー、うん、こっちは前のワイルドロコニーです。こちらが私の知っているロコニーです。これは何なの。これは今のやつですね。ちょっとですね、はい、でもドイツもオランダもこれのタイプがなくて、もう、今こっちだけだったの。だからちょっと嬉しい、出会えて。なるほど。これだけでもちょっと嬉しい。よかった。よかった。ずれました。だってさ、今のトワイライトスパークルさ、ちょっと本当に違うのよ。まや、だってこれやでしょ。うん。これが本当。そう。今。誰？アメちゃんのアメチスパークルの名前の由来。そうです。私、トワイライトスパークル。お。出会えた。な。出会えた、ありがとう。かわいい。
めっちゃ可愛い。色がやっぱりいいよね。なんかカラフルだから、うん、こっちの方好きかも。なんかちょっと昔の可愛い、ね、あ、着せ替えできるっぽい。へー、可愛いの。へー、可愛そう。へー、ほら、なんか、え、キリカ。へー、牛もいる。でもこんなのも、すごい。なんか日本とゼホの動物が違う。うん、なんか違う。もうちょっと日本だと猫とか犬とかがメイン。急にキリンとかを。すごいな。そうな。こちらがスペインのガールズトイ事情でした。ありがとうございました。はい。今日も来ました。ちょっと一個だけ見てもらって。あ、はい。海辺。え、やば。あ、これ美味しいやつだ。スペインの海が結構砂糖が強くて、やっぱドイツ飲みたいことはドイツだ。しかしドイツにはないやつあるけど、ちょっとあれのやつアレします。あれをアレするらしいです。それパックで買っちゃうと多すぎて、うん、ああ、なるほどね。好きだけどね、うん、これかわいい。イチゴだ。他のを取りながら他のをこう紹介するというあの技を使ってますね。え、かわいい、それ。あの、毎回硬さをこう確かめるという、大事なんですね。手首じゃないですね。ちょっともうちょっと選びますね。はーい。イエーイ、こんにちは。突然最終日にして、田畑ひな Vlog 始めます。こちらスペイン。何をしたいかというと、ちょっと、あ、ヴィンテージやった。さっきあるものをゲットして、ちょっと忘れてた。これ、まどかに。あ、なんかはみ出てる。え、そう、私？うん。かわいい。いいの？かわいかった。え、ありがとう。ちょっと、早速開けていいですか？うん。めっちゃ可愛くない？すごい、今日はです。いい、これはやばい。めっちゃ可愛い。ライブでよくない？まどかがいつも着てるさ、うん、あのニットのレインボーのやつあるやん、うん、何合いそう。え、可愛 い。でもライブでさ、もし取れちゃってさ、ビーズぐちゃってなったら嫌やから、あのなんか特別予備のビーズ買っとこう。作り直すってこと。補強してくれる。可愛い。すげえ。あ、タクシー。お、バイ。あ、逆ちゃん。バイバイ。さあ、ここはバレンシア中央市場。バレンシア中央市場に来ております。暑いね。暑いよ。バナナ。お、オレンジ。お、フレッシュジュース。うん、暑すぎて。ジジはパイン、キウイ、マンゴーかな。ジジ好きそう。めっちゃ嬉しい。美味しい。今から食べます。これこれ。美味しい。似合うな、なんか。ちょっとこっちのマイク。あそこのドライフルーツもすごい。なんかスペイン来たって感じ。このチーズの量り売り感もすごいよな。さっきさ、チーズ屋さんにチーズケーキ売っててさ、確実やな。天井を見てください。あそことかめっちゃ綺麗。ステンドグラスがあったり。ひなちゃんの好きなやつあった？あ、大好き。どう？めちゃめちゃ美味しい。こっちフルーツ美味しいよね。美味しい。ちょっと歩いてもいい？もちろん。どっちがどんな感じやったって。えー、
ビワや。キューカンバー大きい。わあ、野菜がツヤツヤ。ナッツや。さっきね、なんかオリーブのさ、量り売りをやってて。うん。オリーブの量り売りマジすごいみたいな。どれ？これ？全部オリーブだ。うわあ。チーズだらけ。住んでたらやばい。あとね、お酒もある。なんかね、ワングラスとかも売ってる。これもだ。すごい。飲み歩きができる。なるほどね。ちょっとね、グラスがね、数ユーロぐらいで食べる。へえ。あ、買ったん？ほんまに飲み歩きやね。食べ歩きができますね。美味しそう、あっちの方が。